今日の試合を含め各チームに変えることができませんでした。責任を感じます。ただ今日の95分間で見てもらった選手たちのいいところをこれまでよりも増えたと思います。攻撃だけではなくて守備のところ、ボールがないところ戦っていると思います。戦え無効になりました。結果に変えるためには継続することが大事だと思います。皆さんに継続して今いる選手たちを支えて応援してください。よろしくお願いします。共産の皆様、パワーサポーター、特にゴール裏の皆様、熱い声援をありがとうございました。これからも、これからは飛躍していくべきになると思います。どうぞどうぞよろしくお願いします。